42期芸歴5年目の藤本毛布と申します。はい、おいでおいで、はいはい、来て来て来て、はい、まだ間に合う、まだ間に合う、あ、来て来て来て、しょいしょい、しょいしょい、もっとギュッとグッと、もっとギュッとギュッと、はい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 、はい、今見てくれているここまでが、藤本毛布の子さんと認めます。はい、新規にマウント取っていこう、よろしくお願いします。学生時代ちょっと追いかけられて、図書室に逃げ込んだんですね。で、こう名前は何やって問い詰められた時に、ここに江戸川乱歩、コナンドイル、藤本美樹、毛布の畳み方っていう本が並んでて、とっさに藤本毛布って名乗った感じです。どうですかこれ。で、今日ちょうど朝顔脱毛行ってきたんで、顔ピカピカっていうのと、あと元々保育士やってたんで、ちょっと保育士の簡単な細かいものまでですね。はい、保育士が唯一つく大嘘。ゆきちゃんどうしたん？あ、お花くれんの？こんなたくさん？ありがとう先生、お花大好き。たっくんどうしたん？うん、くれるの？こんなたくさん。うん、ありがとう先生、ダンゴムシ大好き。日本の福祉支えていこう。5年後の藤本毛布、あなたの万劇グッズ、アクリルキーホルダーはたくさん譲られていることでしょう。それが悲しくなったあなたは、自分で無限回収を始め、ちょうど5年後、一つの大きな藤本毛布になったでしょう。その藤本毛布が自我を持ち始める前に逃げて、早く逃げて。はい、で今までがですね、ニュージェネレーションの動画を撮ると聞かされ、10日間悩み苦しんだ毛布の答えです。はい、覚えてくれましたでしょうか。与えられた仕事はしっかりするタイプです。はい、応援のほどよろしくお願いいたします。